はい、というわけでやってまいりましたサイジトラベルのお時間でございます。よろしくお願いします。ということでここそうです、夢の国ディズニーランドに来ております。よいしょ、ちょやめて、恥ずかしいからそれ。ちょっと何してんのそれ。今回なんですけれども、はい、なんとですね、はい、待望のこれディズニーって近くにめっちゃホテルがあるじゃないですか、たくさん。今ちょうど奥に見えてるのあれディズニーランドホテルですよ、あれね、あれね。とかディズニーシーはねミラコスタみたいな、そういうホテルがあったりするんですけど、ね、なんと先日4月5日に新しいディズニーのホテルがオープンしたんですよ。それがディズニートイストーリーホテルです。やった。でこれね予約やばい、超人気、マジ。もう全然取れないんですけど、本当にありがたいことにですね、昔か以前からねちょっとよくしてくださってる視聴者の方にですね、予約取れたけどどうするということでお誘いいただきまして、なんと宿泊することができます。ありがとうございました。いやトイストーリーホテルよ、まあ、僕見たことないんですけど、でもいやでもね、あの、まあ、見たことないしても大事だと思うんですよ。僕たち見たことないなりにトイストーリー、あのキャラクターバズライトイヤーしか知らないんですけど、今回はディズニーでオープンしたピッカピカのね新ホテル、これをレビューしていきたいなというふうに思っております。一体どんなものなのか早速行ってみたいと思います。ということで今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。ディズニーの一番の見どころはねモノレールです。これ乗るために来たって言っても過言ではないからね。これでベイサイドステーションまで移動して、そこが今回のねトイストーリーホテルの最寄りの駅です。ちなみにパーク行ってませんさっき到着しました。駆け込み乗車でしちゃダメなんですよ、夢の国なんで。やっぱり外は気をつけていただいて。ちなみにさっきありがたいことにキャストの方に話しかけていただきました。僕の視聴者の方だったんで、どうでしたかって言われて、今日行ってないんですって言って、もちろんこの学校なんで満喫した後だと思われたんですけど、行ってない。うわかっけー。おこれがね一番のアトラクションですよ。これディズニー来たらもう一番楽しいアトラクションです、まあ、鉄オタ的にはなんですけど。よっしゃ、これに乗っていきますよ。窓ガラスがミッキーの形をしております。いっぱいホテルがある。お、見えた、トイストーリーホテル見えた。すごいな。さあ到着です。トイストーリーホテルって書いてあるわ。お、すごいね、うん、あれ着陸便かな。あ、ホテルの話じゃないです、飛行機です。おー、あれ羽田に行くやつだ。東京羽田便ですね。どっから来たんだろう。成田から、成田から羽田です。いやいや、すごい無駄遣いびっくりするぐらい無駄遣い。ない、さすがに。で、多分あれやで、あの飛んだ瞬間着陸態勢入る。いいね、これすごいわ。トイストーリーホテル書いてある。ホテル、おー、マカロン、あれマカロン、あ、なるほど。おー、本当だ、すげえ。遊び心がありますね、これトイストーリー。これが入り口です。さすが、これディズニーの公式のホテルやんな。だから近いんですよね。ベイサイドステーション降りてもうすぐです。ここで受付じゃないけど宿泊者の人かどうかチェックみたいなのが行われています。名前暴露します。やります。いつ撮ってます、もう撮ってます。いつもあります。もう動画撮ってます。あいつ100万人で爆弾でいきます。お、すごい、メモ帳みたいになってる。ほら ここはリアルやな。メモ帳ちゃんと剥がしてんの、ほらわかる。ビリッとやめたらこれあるある。ここを再現されてるね、すごいな。あ、トイストーリーって言ってるから、要は僕たちがちっちゃくなった気分ですね、これは。そうそう、原作がねうろ覚えなんですけど、確かなんかおもちゃが動き出すみたいな、そういう感じだったんですよ、ね、なんでやっぱおもちゃと一緒ぐらいの大きさに僕たちがなってるという、多分そういう設定なはずです。なのでこれが鉛筆っぽかったんですね、さっき。やっぱこういうのはね世界観を味わっていこうと思う。やっぱね、ディズニーはもうそういうところが奥深いというかね、そうそうそう、設定数なんていうの、しっかり考えられてるんですよね。そういうこと。入り込んでこそだね。すごい、あれよ、なんか異様な建物がある一つ。あ、ピンクの建物ね。いや違う、それはお前のメガネがピンクやから全部ピンクに見えてなるほど、青だ。すごい、駐車場もあって、なんか導入部分がすごいぞ。これはなんだ、これビリヤードのボールでしょ。そういうこと。ちっちゃすぎやろ俺ら。え、でかっ、今にも動き出しそう。うわすげえ、ちょっと待ってこれ見て、うわ、ちょっと待って、感動や、感動や。パークの中やでこれ。え、すごい、これはすごいね。やばい、あの子の名前さっき覚えたのに忘れちゃった。
僕バズライトイヤーしか知らないんですけど。あれバズライトイヤー。ジェシー。あ、ジェシー。あれジェシー。絶対ジェシー。あれバズライトイヤーや。これ。うわ、これですよ。こちら皆さん、すげえ。おお。なんかおもちゃ箱みたいな感じやな。わかる。これちっちゃい子が来たら絶対喜ぶし、そうじゃなくても世界観がすごい。あれは？これバズライトイヤーこれ、すいません。これはすごいね。遊園地みたい。確かに。泊まるだけでワクワクする。予約しないとここ来れない、ね、そう、ちなみにここね、超満員なんですよ今。マジで予約取れないですよ。たまたま本当にありがたいことです。行かせていただきましょう。これは何なんだろう、コンパスかな。こういうオブジェがあってライトになってる。あ、これもほら読書灯みたい。ほら、わかる？ほら、読書灯や。本当だ。設定がすごいな。こう芸が細かいですわ。ここは何？ドライブバー8が。これアトラクションじゃないんだ。普通にこれ道路だ。で、ここがエントランスになってるんですね。ああ。もうだって蒸気追いしてるもんね。これワクワクするな。あれは何だ？あれタワーオブテラーです。じゃあ早速このおもちゃ箱の中に入っていきましょう。白かったな、好きだもん、うん、すごいな。ああ、ほらほら側面にゴーカート走ってる。ほら、これあれじゃない？ゴーカート走ってる。これ鉛筆のさ、ほんまや、鉛筆の、ほんまやほんまや。すげえ。消せる消せる。ちょっとカベちゃんこうやって擦ったらカベちゃん消えるんじゃん。なくなったなくなった。ほんまや、鉛筆やこれ。あ、そこのせいで、ほら見て中のさ、ほら柱もあれ色鉛筆まとめてるみたいな。ほんとだ。で、多分この鉛筆、色鉛筆でこれを描いたってことでしょうね。しかも段ボールみたいになってるからね、これ。ほら、この傘のやつやん、ほら、なんか天地無用みたいなやつ。ここまで再現されてるんです。屋根もなんか描いてある。バズライトイヤーここ熱弁していい。これ何がすごいと思う？これすごくない？これただの星じゃないの、わかる？こっから描いてんねん、絶対この星って。わかる？そこまで再現されてる。ほら、こっから描いてんねん。ほら、こうやって。確かに、すごくない？わかる？ここだけこうやってんの。ほら、これはもう描いたってことない。こっからただ星が描いてんじゃないの。ストーリーがありますから、トイストーリーだけに。原作は知らないんですけど、すいません本当に。でも知らない間にね、楽しんでいきます。じゃあチェックインしましょう。うわ、これ中すごいよ。中やばい、遊園地みたいな。うわすげえ。これ上人生ゲームみたいになってるわ。ほら、給料日どこ、給料日給料日どこやった。給料日がいっちゃいいですからね、本当に。分からんな。あそこ絶対子供生まれる。何これ、テーマパークやん。完全にテーマパークや。見て、フロントがすごい光ってる。なんで書いてある？なんかヨッシーみたいなのおるけど、ヨッシーじゃないのあれ。いや、ダメだ。すいませんでした、訂正します。おお、あ、ありがとう。扉に注意せよ。すげえ、バズライトイヤーや。最高回じゃない。確かに。そう、今回はね、なんと僕たち最高回です。11回。すごくね。レベル11って書いてある。ほら、もう最高。もう一番上のフロアですよ。すごいところらしいです。すごい。ジグソーパズルだ。今回はね、114なんぼなの、こちら。やば、これはファンにとってはたまらないね。なんか子供部屋みたいな、うん、新築の匂いがする。部屋番号でかっ。絶対わかる、これ絶対迷わない。これすごいな。これここです。114いいですよ。いや、はい、いいです。かっこいいね。あ、重い、持って帰りたいな。確かに。おおおおおおお、ちょっと待って、これすごいな。
これなんとここは3人4人でも使える部屋なんですよ。ほらハンガーが4つある。本当だ、スリッパも4つある。うん、うわすげえ。こちらです、じゃじゃん。いやこれすごいね。ちょっとこれライトすごいや、ほらまず見て、スターやで。これもだからもうお星様見ながら寝られますから。うわかっけ、バズライトイヤー。俺もこいついっちゃん好きやわ。なんか強そうやし。いやこいつが絶対強いだ。あ、これ裏、これ何、裏バズライトイヤー、これ、うん、裏でしょ絶対強い。すげえ、こんな感じになってますよ。これ見てバケツ、ほら本当だ、バケツひっくり返したみたいになってる。うわこれすごいな、テレビがなんかかっこいいもん。マジックなんて書いてある。マジックエッジアスケッチスクリーン。おお、すいません本当にごめんなさい。多分原作知ってる方だったらここで大興奮なんですけど、ピンときてないっていう。さっきのやつはこれレックスだ。レックスはヨッシーみたいなで失礼しました本当に、ね、すいません。あこれすごい、あ時計なってるやんこれ。ミッキーおる。お前ミッキーかろうじてミッキー腕時計やからなこれ。ほら確かにすごいっすよ、はい、ちょっとじゃあ物色していきましょう、せっかくなんでね。バス見ます、ちゃんとスリッパも4つありますね、うん、これここかオープン。おお、パズルみたいになってる。これすげえ、やめてやめて。すんごい気持ち悪いの見えた。嘘嘘。これさ、まず思ったのはアメニティこんなん使えへんで、貴重で。これもうグッズじゃないですか。本当だ、グッズ。泊まらないと絶対もらえないからね。トイストーリーホテル。かわいい。これ何くんや。これ何くん。これはウッディ。ウッディや。あ、名前は知ってる。ウッディや。それウッディや。でバズライトイヤーや。でジェシー、思いましたから完璧やで。それで子供のためにこれ、おちっちゃいサウナ、なるほど。いやー考えられたもんな、ほんまに。でバス、多分こっちバス、こっちがバスか。あーべん、あー俺、おーなんかいるって、うせえ。ほんまやほんまや。うわしかもこれさ、ピックレヨンや。俺ちっちゃい時さ自分家にこれあったもん。わない、知らん。お風呂用のさ、このお絵かきセットみたいなのあんねん。で、こういう、ここに、要は水で洗い流せるお絵かきセットみたいなのあんねんけど、それで僕書いてましたから、そこも、要はこれがちゃんとしたペンギンじゃないわけよ。それをモチーフにしてね、水溶性のクレヨンですよ。それで書かれてるんだ。なるほどね。ペンギンがいる。こんな感じになっております。お風呂も広さも十分よね、これ。広い。うん、広い。で、これはセパレートになってるんですね。珍しくないですか？こういう、僕てっきり一緒だと思ってた。こっちがじゃあお手洗いかな、まあ、お手洗いです。こっちもジグソーパズルになってる。こっちはジグソーパズル、ジグソーパズル、ウォシュレット付きです。安心、さすが、さすが新しいからね、うん、ちょっと待って、ティーセットがあるんやけど見つけちゃいましたよ。え、隠れミッキー、隠れミッキー、ゲーが細かいねんこれ、ほんまに。こんな使えへんで、本当だ、うん、持って帰りたくなる。だからこれグッズよね、もはや。ミッキーですよ。隠れミッキー。これちゃんとなんか掘ってある、ね。うん。これすごいね。だってさ、入ってきてここ上がるだけでさ、もう楽しいやん。アトラクションみたい。なんか体験型アトラクションみたい。20歳でこれですからね。20歳の僕たちがこれなんで、子供が来たら嬉しいでしょ。そして、あ、これね、夢がないものはちゃんと隠すと。おーおーおーおおおちょっと広げてみてよ。これバズフライトイヤーや。え、すげえ。コスモ柄だ。え、これはすごいわ。すげえ。かっけ。下もこう、この色があるわ。だからもうこのホテルでしか着れないパジャマですよね、絶対に。どう考えても。これすごい。その下は？下は？結構多機能。おお、4人分か。4人分だから。なるほど。ここはあれでしょ。うん、お、冷蔵庫だ。冷蔵庫。そして中は？いやだって確かに思わへん。だってさ、この空間でこれがむき出しに置かれてたらやっぱ雰囲気が壊れるでしょ。そういうもんは全部閉まってあるんよね。
ぱすごいな。で時計みたいなのはこういう感じになってると、うん、世界観に浸れるね。これなんなんこれ、これ、これ、え動くやん、ちょっと待って大丈夫これ、大丈夫いや大丈夫でしょ。あ、ベッドだ、布団だ、え、いいやん、やってみたら、よかって、おー、すごい、俺なんかいるってそんな幽霊みたいに言わんといて俺見てないちょっと横並んでメガネ、メガネとマスク取ってちょっと横並んでちょっと待ってちょっと待って一緒や、兄弟おった兄弟一緒やお前、エキストラベッドっていうやつですよね。だから4人で泊まれるんで、要はここに1つと、おそらくここにも1つ、4人で泊まるときにはエキストラベッドがね備えられるはずですよ。でもちょっと景色見てみましょうよ。これカーテンもすごいね、星柄になってるわ。おー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 おお、こっちにもなんかある、すごい中庭か、これ中庭があるの、人がいる、いっぱい手振ってみてよ。これだって入り口とは逆だもんね。そう中庭だ、中庭、これちょっと後で行きましょうよ。このこれすごい、ああこれ東京湾ですよ、オーシャン、うん、あ羽田に行くやつ、これ着陸便ですね高度下げてますね。奥の方にさ、わかる、ライトがさ、キュインキュインキュインって流れてるの分かる、うん、ちょっと待って iPhone で撮る、ほら流れてるやろ、うん、あれね滑走路ですよ。あ、そうなの、うん、へえ。めっちゃいるね、ちっちゃい子、いいね、すごい。これちょっと後で行きたいけど、多分だからこれ朝見るともっと綺麗にオーシャンが見えるはずなんですよ、東京湾が。よし、ということでですね、さっき見えていた中庭に行きましょう。つけるの忘れた、扉に注意せよ。はい、ラジオ、え、これ2階ってことか、1階がない。さあ行くぞ、すごいな、ほんまにめっちゃ綺麗やな、もう新築の匂いがプンプンする。ロビーに着陸した、ほら着陸っすよ、ロビーに着陸で中庭は一つ上のフロアなんだね。ほらここ見て、ゴーカートが走ってる、動きそうよねこれ、頑張ったらどうなんだ、ちゃんと溝が掘られてる、毛が細かい。あっちはあっちでまた別のエレベーターがあるんですね、うん、ただ本館なんちゃらかみたいな感じで分かれてるわけではないので、まあ、普通にシンプルに便利、便利、そうそうそう、ここ初めてですよ。あ、チケットって感じ、ちょっと見に行かへん、こっからすごい、ほらトイフレンズスクエア、これだ、これだけだと。ただだから今回僕たちが泊まってるのはスクエアビューなんですよ、スクエアビューのツインなんですよね、うん、でオーシャンビューとかいろいろあって、スクエアビューっていうのはあんな感じで中庭とか、それから海が見えるという、すごいすごいすごい、見て見て見て、ええ24時までやってるよ、本当だ、しかも朝6時からすっげえ綺麗、ピッカピカじゃん次あの夢と現実現実が凄い現実がミンミンだこれちょっとね夢の国ですからねすごい、でもいっぱい売ってる、ディズニーのお土産もそうですけど、あ、そのアメリカのお菓子とかも、ね、コンビニって感じじゃないね、だからショップやな、うん、でコンビニみたいな感じになってるって感じ、すごいよ、これちょっと後で買うとしてですね、あ、これカフェや、うん、多分ロッソ、ちょっと待って、俺思い出したわ、俺トイストーリー見たことないって言ったやんか、あるわ、あの僕中学校の時劇でトイストーリーやってんねん、そういえば僕これロッソって僕演じた、あ、これこれこれ僕これ演じた記憶なくなってた、それ俺これ演じたわ、僕ねロッツ役やったんや、そう思い出した、僕基本的にね劇出てたんですよ、大体大体出てた、めっちゃ いや悪役、悪役、これ悪役、悪役やで、ね、そうやおった、じゃあ早速、おお、トイフレンズスクエア、ほら見てカードキーが必要、もう東京ディズニーランドトイストーリーホテル限定ですから、行きましょう、
すごい。あ、これこれもよく見るよね。これを見るね。目が見つかる。何やろこれ。そうや、僕でも劇でやったなこれ。これ何やったっけな。これはあれで。なんかヨーダみたいな。ヨーダや。これはミスターポテトヘッドですよ。見てミセスポテトヘッド。僕のな中学校になこの ミスあのポテトヘッド、ちっちゃいミスターポテトヘッドにめっちゃ似てる先生がおってガチやからほんまに。あすごいクレーンねこれ。なるほどな。あでこれがスクエアなんで僕たちの部屋はこっちですね。ここの一番最上階です。11階。あーこれすげえわ。これずっとやってるんよ。うわお前さちっちゃくなった気分、おもちゃになった気分。お前トランポリンえすげえ。これなんか音出るんじゃないもしかして。出ないか。うわすごいなんか独特の雰囲気やなほんまに。ウッディやウッディや足細っ見てちょっと待ってウッディの足がやばい。皆さんにこのウッディの足がやばい件について共有したいです。膝エビ膝なんかホッチキスされてる。俺これスタイルが憧れるな。すごいガリバー飛んでるみたいなのがありました。これちょっと行きましょう。なんかこんなおもちゃあったよな、そういえば。え、すごくね、これ。どうやって繋がってんのよ。モンキーですよ、これ。こういうおもちゃあるでしょ。で、ガリバー飛んでる。おー、すごい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 。宇宙船みたい。抜けた先ね。こっちが海ですよ、東京湾です。これすごいね。中庭なんて結構遅くまでやってみるみたいですね。見てこれ消火器がちゃんとこれね消防法にも対応しておりますしっかりねこういうところで消火器ってちゃんと分かるように書いてある。こんなファンタジーな消火器初めて見ましたけど。すごいな。窓からもね皆さんねあんまりちゃんと映さないですけど窓からねカメラをこっちに向けてる方が多いですね。はい、ということでですね時刻は4時前ということになっておりますけれども、おもちゃたちもね寝る時間でございます。おもちゃ箱に帰らないといけませんのでいやおもちゃが起きてて時間じゃないなこれは、完全にやってしまいました。いつも通りですね、あのすごい夢の空間なんですけども、あの YouTube の動画編集に追われておりまして、この時間なんですが、そろそろ寝たいと思います。またチェックアウトがね12時なんですよね。なんと昼の12時。これは良心的ですよ。ゆっくりできそうなのでとりあえずよかった。この広いベッドでふかふかのベッドで、ね、眠りたいと思います。ということで夢のホテルでの就寝、お星さんも見ながら寝ましょう。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。どうすか。めっちゃよく寝れました。よいしょ。めっちゃよく出た。あれタランジ、外見て。あ、すごい。ああ、さすがだ。東京湾。広がってるよ、東京湾が。すげえ。あ、これすごい。うお。めっちゃ人いるやん。人もいるね、今いっぱい。うん。すげえ。おお、綺麗だな。でもたくさん、やっぱこれあれやな、オーシャンビュー、スクエアビューっていうところなんで、うん、もう海が見えますね、それ。こういう作りしてるからさ、この字になってるからさ、うん、どっからでも海が見えるんでしょう、ね、確かに。うわすげえ。あ、やっぱ朝見るとよりすごいな。だからこっちにもお庭があって、スクエアにもガーデンがあって、あっち世界観がすごいよ。そう、こっちはジェシーとバースね、うん、あ、そういうことか。そう、あっちにはちょっとウッディがいたね。いや、ということでですね、今回は4月5日のオープンです、ディズニーランドの新しいホテル、ディズニートイストーリーホテルに、にわかが泊まってみたということでいや、ありがたいことにですね、こんなもう
満員の中ですね泊まらせていただきまして、いやでもやっぱ分からないにゃりにも楽しかったですね。楽しい、うん、知らなくても楽しめるっていうのがさ動画では伝えられたんじゃないかなと思います。世界観がやっぱねこんだけやられるとなんていうのもう浸るよね。そのちょっととかじゃないんですよ、もう本気で世界観が作られてるっていう感じなので、まあ、残念なのは心残りはご飯食べられなかったことなんですけど、なんかすごい美味しい料理がたくさんあるみたいなんですよ。で気になった方はそっちもちょっと調べていただいて、まあ、予約も予約そうそうそう早めに予約した方がねいいと思います。反面教師にしていただければと思っております。ということで今回の動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。